こんにちは、ブランドバイ社長です。ブレトランド響きです。9月14日、はい、土曜日、はい、お昼1時からグレートランド大阪店頭先行分となります。今日私東京から帰ってきましてね、はい、もう弾丸プライベートやったんですけど、久しぶりに会う友達っていいもんですな。いいですよね。まあまあいろいろとこう心の洗濯、はあ、洗濯ウォッシングマシンの方ね、はあ、心の、まあ、YouTuber の、 ハイパーラウンドザワールドケンジに取ってもらったホテルが、はい、東京ですか。もうひどくてね。ああ、はい、見てくれます？わざとっすよ多分。え？恵比寿って聞いたからさ、そらさぞええホテルなんやろうなと思ってたらさ、すごいぜ。じゃあ恵比寿はカプセルホテルが結構安いんですよ。あれどこだ？ちなみに。え？カプセルホテル、要は恵比寿のとこ行ってました。見て。別にヤバさが伝わらんすね。ここの人と目合うね。あ、それ高そうなんでしょ。はい、ということですので最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、行ってみましょう。まずはここ最近、はい、相場がブワーッと上がってる。まあタイ人とグループラインに響きも参加させてますけども、まあ、チョッパー系ですね。ああ、はい、1枚だけこちら。なんで上がったか知ってます？あ、市場買ったからじゃないですか。僕がこっそり買ってたのを最近ちょこちょこ出してるからです。あ、出してるから。はい、なるほど。ということで、はい、まあウエストコーストチョッパーズではないんですが、はい、まあ、チョッパーで僕の大好きなデルタのボディが使われた L サイズですけど、サイズがいいですね。はい、シュッと来てください。お願いします。お次、これレアですよ。指差しファックなんですけども、これね、ひびくん、はい、2024年の5月にこう取るわけですな。はいはい。仕入れ値見ます？高いでしょ多分。いや5月やから。ああ、すごい最近か。半額以下よ。そうですね、なかなか。ということは、はい、裏を返せばこの 3,4 ヶ月でまあマーケットプライスがね、はいはい、倍以上になってる T シャツってことで、うん、シーカーもデルタの 2XL とかです。まあ型がね、結構落ちてますね、はい、いいとこまで来てくれてますね。いいですね、これ。よろしくお願いします。お願いします。で、まあ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 、ジョーカーで比較、ダークナイトジョーカーで比較的お求めやすいホワイトシリアスでしたり、はい、僕はすっごい好きなんですけど、いまいち受けが悪いチーズザウルスね。はい、まあ、ええやん、これリンクプリント。リンク、まあそうですね、リンクにはなります。ちょっと特殊なリンクプリントですけどね。まあ、こういうのをだからちょっとこうクールに着るっていうのは、いいですね。だからこれを例えばさ、難しいよな、その柄のさ、例えば総柄のさ、はい、ショーツとかに合わせるのもかっこいいんだけど、うんうん、そうすると完全にもうロスのシルバーレイクのも汚いもう外人になるわけですね。まあかっこいいですけどね、うん、柄パン。まあ、僕はもうちょっとなんかこうギャラリーデプトみたいなデニムに合わせたらどうって思うわけですよ。ああ、なるほどね。なんか分かってる感出へん。うん、まあ確かに確かに、はい、シングルシングルでいいボディです。はい、お願いします。はい、お次がカーネイジも、そろそろ手持ちのカーネイジもなくなってまいりました。 L はいはいですとか、マルボロの、まあ大人気ですね、カクタスですとか、はい、ベティめちゃめちゃ高騰してますね。まあで、ベティって L サイズが多いんですが、チェンジーズ XL のちょっとクールなベティ、いいじゃないですか。可愛いですね、はい、色使いも素晴らしい。はい、お次、結構これ実はレアなんです。はい、結構ね人気があるんですよ。グレーなんですけど、あ、ディズニーですよ。どうぞ。はい、いいですよね。これね、いい T シャツなんですよ。まあ分かっていただける方、共感していただける方多いと思うんですけど、うんうんうん、もういい T シャツです。明らかに。これはプリントがね、ところどころ薄くなってるんですけど、その感じもね、非常にいいので。まあそろそろ汗を気にしなくてもいいシーズン到来でございます。あ、まあ足ぐらいはね、真夏避ける方多いんでね、うん、はい、お願いします。はい、次、いい色落ちのフレンズでシングル。シングルですね、
XL から 2XL くらいあるかな、結構大きめです。丈はそこまで長くないですけどね、横が大きめなんで、はい、ぜひとも。次、え、あ、はい、あの、まあ、ムービーティーってピンからキリまでね、それこそすごい高いムービーティーでいくとファイトクラブだったり、ナチュラルホーンキラーズだったり、パルプフィクションだったりで、比較的まあまあまだを求めやすい T シャツっていうとタイタニックだったりとかありますけど、これどうですかね、多分出す2回目なんですけど、パールハーバーです。ヒデキはパールハーバーが映画ってことを知らなかったわけですね、うん、真珠湾のね、真珠湾攻撃ですよ。真珠湾攻撃、はいはい、わかります、はい、アメリカが第二次世界大戦に参戦する理由になった。まあそうですね、はい、まあ、でもなんかこの例えば、はい、パールハーバーの情景にこう戦闘機がババババみたいなプリントやったら、はいはい、俺絶対買ってないと思うんだ。これそのあれなんですか、一応その戦闘機みたいなのはやっぱ結構描写としては出てくる。しかも真珠湾他出て攻撃するの。いや、その真珠湾攻撃のそのどうあのあちゃんと真珠湾、まさかアメリカも当時真珠湾に来られると思ってなかったわけですよ、まあまあ、はいはい、もっとちゃうなんかちっちゃい島とか行かれるのかなと思ったら、はい、ここ空母に日本が届かへんからね、はいはいはい、当時の、うん、意味わかります、まあ、日本からハワイなんか行けないわけですよ、はいはい、それを行ったわけですよ、はいはい、なんちゃらイスロクさんがあ、そうでしたっけ、そこの名前ちょっとすいません、偉い人ね、はいはい、はい、ということで、まあパールハーバーです。はい、でローリングストーンズの比較的お求めやすいんですが、ちゃんとスパイクタンの T シャツ、はい、いいっすね、今回結構お求めやすいのが多い、はい、サイン入ってる、うん、あの、あ、あれプリントですよ、ね、フロントも入ってますよ、はい、あ、こっちも入ってるか、はい、はい、で、ビッガー版の XL アンビル、はいはい、こっからナーバーナが続きます。ナーバーナが、あ、そうです。ナーバーナからカート・コベインがいきます。カート・コベイン選手コベイン選手はい、まあサイズゴーン、なんかいいサイズだな。これチャンプタグなんですよね、ちょっと珍しいですよね、はい、はい、このね、あのジエンドムミュージックはね、あまたの結構ボディが使われてる、まあ世界中でよく折れたんでしょうな、うん、それになんかこう皆さんの想像するディテールじゃなくて、ディテール、特殊なディテールのものが多いデザインでもあるんですよね。だからまあ、まあ、ちょっといい感じにやれてていい T シャツです、はい、横幅も結構ありますね。カートのコベインのアメモノのジャイアントの絵です。あ、いいですね。まあまあ、もうデザインはねずっと説明してるんで、うん、はい、久々の入荷かな。カートナ・コベインのドレスの M&O の L です。昨今ね高くなった T シャツですよ、はい、昔こんなん1万円ぐらいで買えたの。ニルバーナでカート・コバンが乗っててこの値段で買えるのはこれかティーンネイジでしたっけ、あのカートが革ジャン着てるやつ、うんうんうん、くらいしかないですって接客した記憶あります。なかなか考えたらティーンネイジもかっこいいからね、はい、まああれもねそうっすよね、はい、今となっても高いし。お次ギルダンヘビーコットン装備のカート・コベイン装備の、はあ、はい、あ、ホスピタルガウンですね、うん、はい、あれもうニルバーナなかったっけな今回。ああまだあります、はい、一応入れときま、カート5番ばっかりだったら入れときましょう。はい、スリバーワイルドオーツの XL 文句ないでしょ。これ XL なんですけど、はい、2XL くらいパッと見ありそうなので、ただ丈があんまり長すぎない、スリバーサイズどうしてもねちっちゃいのが多いんで、はい、XL でも、まあ、2がスライバーって言うんですけどね。はい、そうなんですか、海外にスライバーって言わん、スリバー、スリバーって言ってません、スリバー、スリバーって言ってません、インドネシアか、はい、お次フロムザマッティバンクスのタルテックスの XL、 もう比較的大きめないいサイズです、はい、はい、タルテックスなので、そうですね、これちょっと何だっけ、これもフロムザマッティバンクスだっけ、何だっけこれ、フロムザマッティバンクスですね、ですね、はい、はい、こちらもございます、はい、タグ飛んでますが L っすね、そう97コピーライトかで、そうですね、はい、はい、L 相当です。ニルバーナはこんなもんですな。ピンクロードいきましょう。 Y2K ダークサイドオブザムーン、はい、バックプリしっかりございます。多分、ピンクロード今日か、ちょうど今日、今動画撮ってる金曜日、うん、あ木曜日かのオンラインで出てはいたんと思うんですけど、まあ、買えなかった方店頭来ていただければ、はい、土曜日あるんで。超コーターアルジアの個性こっついですわ。今来ましたか、もうファッとこの辺がマルタンしてるもん。見よって見よって見よって。マルタンしてる。楽しいですね。ああ、なるほどね。ちょっとモテそうなんですよ。
柔らかい感じの匂いですね。持てそうなんですよ。持てそう、ちょっとわかんないですね。でもあの柑橘系あるいいんじゃないですか、あのレモンみたいな あっち系、うん、スッキリよりはいいと思う。なんかね、モテへんおっさんみたいな。いや、なんか今出てこなかったっすね。いや、あんま言うたかもったはい、ピンクロイドウィッシュはヒア。あ、これもサイズなかなか大きめ。ナインティーズですよ。ユーロか。ユーロです。なので大きいです。はい。はい、で、モアイ、ヨーロピアンツアーの黒のタグ飛んでますが、L。L 相当ですね。と、はい、ヨーロピアンツアーの白の XL。はい。状態がめちゃくちゃめちゃくちゃ綺麗。ほぼデッドですね、多分ね。プリントもそうっすね。すごい、めっちゃ綺麗です。で、比較的お求めやすいツールなんですけど、これはこれかっこいいです、ね。バックプリがめちゃくちゃいいわけですね。いいですね。お見せさし遊ばせ。これめっちゃいい。わかるかな、スカルなんですけどね、赤ちゃんがいますよ。はい。これはかっこいいですよね。すごいですね。で、やっぱその。ツールって値段がそこまでまだ高いもんも高いですけど、俺のあの欲しかったおちんちんスパナ売れちゃったな。あは、まあでかいサイズの、あれでもツールってあの辺くらいまでなんですよ、値段って多分天井マックスくらいが。だからまだまだ全然買いやすいと思うんで、はい、ぜひとも。はい、リンキンパークです。これね、バックプリがね、あ、再結成しましたね、リンキンパーク。あ、はいはいはい、女性のボーカルさんで、はい、僕はかっこいいなと思いましたけど、どうなんでしょうか、あれ。リンキンパークお好きな方々からするとなんか賛否両論みたいですね。やっぱチェスターの声じゃないといいやみたいな方も。まあ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 、まあどうなんですかね。どうですか、ま、僕はいいんじゃないって思うんですけどね。僕もいいんじゃないと思うんですけどね。なんか最近再結成が多いですね。あ、まあ確かにそうですね。オアシスしかり、はい、まあでもそうやってあれですから、そのリンキンとか、まあ高くなってってますけど、うん、そうやってこうオアシスとかもそうですけど、話題になった時は基本的に T シャツって入手しにくくなるんで、そういう時だけで僕らはあんま持ってないっていうね。そう、むしろ僕らがこうやって売り続けて、こう小さなこの再生回数クソみたいな言い続けてたんが 0.0001% ぐらい再結成に貢献できたんじゃないかと。多分そんなできてないんじゃないですか。ないんだからね。お次、メイズ。アーティストだったはずですよ、これ。なんですけど、デラソウルっぽくて可愛いから、はい、いいかなって。これなんか、やっぱ書いてるけど、全然読めないな。新聞紙とかそういうのもないんでね。ちょっとね、ご自身で調べてください。可愛い。はい、お次、かっこいいですよ。ブルーグレープタグの僕、これ好きやな。欲しいなこれ。いい T シャツ、ね、僕っぽいだろ。はい、まあ、いい T シャツですね。マシンヘッドです。はい、多分ある程度 T シャツ持ってる方は初見であったとしても、あ、結構いい値段するんだろうなと思うと思います。こバックプリがね、はい、ナインチネイルズとレイジャーゲイソーザマシンを足して割った感じがね。ナインチネイルズもこの構図のねブートありますもんね。赤 と、グリーンかな。これはかっこいいな、はい、欲しいな。はい、レッチリカリフォルニケーションモノクロ L、はい、だったりナインチネイルズのボックスロゴの To Fuck Up To Care Anymore ロンティー、ラジャリティバージョン 2.0 ロンティー。ロンティーいいですね。ちょっと通常のやつよりアスファルトカラーで割れてる感じがいいと思います。はい、あ、そうですね。普通にいいですね、うん。はい。お次、店頭で売れましたんでもう一枚足しておきましょう。スウェード、ユーロ、エクセル。なんかちょっと赤み強いですか？ここ、うん、ちょっと明るい色が。うん、はい。でメタルファッキンカのグッドフェードブロッカーの L。色が、あと L の割にめちゃくちゃでかいんで、めちゃくちゃいいこれサイズ結構ね、ちっちゃいの多いんで、はい、はい、おぜひ。ナインチネイルズの何回も言ってる頃、グッズ作るめんどくさかったよなっていう T シャツ。そうす、ライブウィズティーズ2000、はい、ですが、これ比較的ちっちゃいやつが多いんですよ。うんうん、このサイズ感はすごくいいと思います。はい、レイジのバーバラクルーガー。あー、そんな感じでさらっと出すだけですね。はあ、ないっすよ。はい、こんなないよもう。パールジャムが続きます。比較的お求めやすいパールジャム。ああ、バックプリもね、
入っててね、はい、なかなかに洒落てるデザインなんですよね、はい、で、アライブリーボディのグッドフェード、うんうん、いいですね、グッドフェードですね、はい、はい、でアライブの、ロンティーで、袖プリもあってバックプリもあってフルデコなんですが、ヘルタースケルターです。前1回だけ販売しなかったっけな、はい、これでパールジャムロンティー続きます、はい、アライブのブートの両袖プリん何色、あ、ちょっとちゃうんすね、だから、うん、あ、なるほどなるほど、はいはい、だったり、クロスク装備の XL のロンティー、これは片袖プリントです、はい、これが多分過去に販売したことある方のデザインにはあります、はい、で私一押し対大、はい、バックプリがね非常にかっこいいですね、言ってくださいこれ、はい、いいですよこれは、もとも生絞りグレープフルーツ中華でございますね、今日何 30% くらい共感できるんですけど、マシュリグレープフルーツ中華みたいな、はい、はい、でパールジャムの僕がずっと褒めてるバスのナイスマン、はい、ナイトメアですね、うん、はい、はい、それに刺繍が入ってます、こっちか、これすごい濃い、エアロスミスなんですけど、サイコロが、ま、ボディ的にこれ、かっこいいですね、ヨーロッパ違います、違う、ヨーロッパだと思います、ヨーロッパか、はい、うん、これ最高、生地に詳しくて後ろもね、なんかこの立体的な感じっていうのがすごいいいですね、はい、アメコミ調ですね、で、エアロスミスのブループリント、ナインライブズですね、はい、いい T シャツ多いですね、はい、はい、スペシャルです、入れてたのせてた、フレーミングリップスです、ラスト、これって入ってないのもありますよね、ちなみに、はい、入ってます、これドスペやねんけどすいません、かぶっちゃってこれドスペですよ、これはいはい、うん、じゃあ出る、大きめるドスペです、はい、はい、ということで40ちょろちょろです、明日土曜日お昼1時からグレートランド大阪店頭先行にて販売させていただきますので、はい、まあまあ欲しいです、あったと思います、これで1万も欲しいのねって言ったらセンスがないな、まあ、はい、買う買わないは別にしてね、うん、結構楽しんでいただけるレパートリーだと思います、はい、ということで、明日お昼1時から皆様のご来店心よりお待ち申し上げております、最後までご視聴ありがとうございました、ブランドバイヤーズ社長とブレートランド響きでした、バイバイ。